待たせしました。すいません、遅く5分遅らせてしまいまして。やっほー。今日はちょっと取材をしていただく日でした。元気ですか？私は元気にやっております。暑かったですね。もう昨日と今日本当に暑い。全然、今日30度くらい行きましたよね、東京は。ね。あ、カープ勝ったんですね、今日。やった。あ、今日はね、ちょっとね、お伝えすることがね、あったりとかしてね、インスタライブしてるんですけど、ね、今日本当に東京めっちゃ人が多くてね、びっくりしました。たまによく行く公園とかで撮影したりもしてたんですけど、今までに見たことないぐらいの人の多さで、外国の方とかもすごく多くてびっくり。あ、マツコさんとのラジオ聞きましたよって、ありがとうございます。ラジオ聞いてくれましたか？今東京 FM さんなんですけど、ポッドキャストの方で聞けるようになってるので、まだ聞いてない方いらっしゃったらぜひ聞いてください。 Hi from Thailand。 コップンか。その服かゆくない？これ全然かゆくないです、柔らかい。あ、毎日聞いてます。1エピソードを毎日聞いてくれてるってことですか？嬉しい。私でもそんなに回数聞いてない。マツコさんと久しぶりに会ってどうでしたか？いや、でも本当にエネルギーがすごくてですね、なんかこう座っていらっしゃるだけでも、そのラジオブースで座っていらっしゃるだけでもすごいエネルギーを感じて、その方から力強い言葉をいただけてっていう感じで、とってもいい時間でした。あ、明治さんの赤いヨーグルト美味しい。そうなんですよ、酸味がね、少なめに抑えめになってたりとかして濃厚なんですよね。爪かわいい、爪ね、ありがとうございます。ラジオで紹介してたヨーグルト探し歩いても、あ、ご近所にないですか？ご近所にない。私すぐ見つけた。そうね、ラジオのポッドキャストの方では曲は流れてはないんですけど、時計 FM さんでオンエアしていただいた時には結構私の曲とかも流してくれましたね、流していただきましたね。うん、あ、そうそうそう、来週とかもこう収録が、来週かな、多分来週だったはず、収録があるんですけど、またはい、普通のしか売って、あ、選曲が良かったですね。結構ねゴリゴリな選曲になりましたけど、ありがとうございます。いろんな方から反響いただいてね、何も私あんまりインスタとか全然投稿しないタイプの方ですけど、すごいインスタ見に来てくれてる人とかもいたりとかしましたね。なんかすごい通知が来てました。
バースデーイベント楽しみです。バースデーイベントの話もねもうちょっとしなきゃいけないんですけど、そうそう、本格的にリハーサルももうすぐあるから、ね、ラインライン5ミリ長くしますか。今日ちょっと長めですよね。ほらほら、うん、ライブ楽しみ、めちゃくちゃ、なんだろう、歌い込んでます、練習してますHello from Germany. Germany. Guten Morgen. イベントに向けて髪色変えますか？ああ、そう、今度美容院行くんで、ちょっと髪色どうしようかなって思ってたりとか、前後のね、仕事のことも考えてる途中です。あ、元気がない時なんですか。今レーザー聞いて元気もらってます。よかったね。なんか五月病みたいなのもあったりしますけど、まあね、そんな全速力で行かないで大丈夫ですから、ゆっくりいい感じの日々で過ごしていきましょう Hello from 千葉だって。あ、そうで、それでね、今日お伝えしなきゃいけないことがあるんですよ。そう、あるんですけど、リップ残ってる？残ってた、よかった、メイクさんが塗ってくれたやつ。私5月病あるのかな。いつでも割とポケッとしてるんでちょっとわからないそう、イベントね、イベント、あ、最近ファンになりました、ありがとうございます。そう、イベントっていうか、私が前にチラッと、もうストーリーでチラッと6月の1日2日で、あと8日9日開けといてくれたら嬉しいな、関西の方もとかっていう話をしてたと思うんですけど、ちょっとね、いろいろありましてね、リスケしなきゃいけない感じになって、リスケすることになりまして、そう、まあそうそうそう、いろいろあってごめんなさい、言ってたのに、匂わしてたのに、だからバラシです。一旦解散6月のその8日間解散お願いします。すいません、ごめんね、本当にちょっと予定とか組んでくださってた方もいるかもしれないんですけど、申し訳ない。ちゃんと改めて、また多分お知らせできることあったりもするので、その時はちゃんとねお伝えするので、すいません。はい、あ、So I'm looking forward to your new album. Can you tell us when it will be released? いつアルバムリリースされるのかっていうね話とかも今質問でいただいてたんですけど、またそれはね割と近いうちに続報が出ると思いますので、それは超楽しみにしていてください。Your June events were cancelled? Yes, I'm sorry. リスケはいつ頃になるかは決まってないです。ごめんなさい。今大体この時期かなっていうのを考えてるんですけど、ちゃんと決定してないので、一応ねその匂わせてたのも決めてたんですけど、ちょっとねいろいろありましたっていうことを、まあ、まず言わなきゃいけないなっていうのがありまして、インスタライブをさせていただきました。それが今日まず言いたかったことです。アルバムタイトル楽しみ、お、もう全部決めた。
台湾に来てください。行きたいですイベントの詳細を知りたいですって何のイベントのことかな。他のお知らせもありますか。あーでもあのお知らせで言うとここ1ヶ月以内とかなのかなに、なんかまあ多分あのお知らせがいくつかあるかなって感じ。名古屋にも来てください。行きたいです。北海道にも行きたいです。アルバムに新曲入ってる。入ってるタイに来てください。タイにも行きたい。福岡も行きたい。舞台頑張るよ、頑張る。すごいなんか頑張るよって頑張るけど。バックステージツアーってどんなものになりますか。あ、舞台のバックステージツアーかな。ちょっとね、私もねあまり聞いていない。けど多分何ですか。あ、舞台のバックステージや。あ、出てます出てます。あ、もうはい。説明しなかった。私あな聞いてもいいですか今。え、後の方がいい。なんかね、はい、あんまりちゃんと聞いてないんだけど、はい、キャストがみんな日替わりとかで、セットを案内するんだって。へえ、それはお知らせしてて事実か分かんない。あ、分かんない。あ、そういうことがありますよって。なんか申し込みしなくても いけるやつなんですもんね。あ、そう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 、はい、その時。なるほどなるほど。多分残ってくれたら案内しますよみたいな。あ、いたらちょっと歓談しましょうみたいな。わかりました。なんかそういうことらしいです。なんかちょっとあのわかんない、すごいバーって言っていいことは。そう、キャストさん出てくるらしいです。ちょっとあの私もこれからあのそう稽古とかもねこれから始まるのでね、そ多分そっから本格的にいろいろ知っていくっていう感じなんで、私たちもね。あ、でもなんかこの間、まあね、この話もねまた改めてできたらできても面白いのかなというふうに思うんですけど、あのこの間本読みだけして、であの舞台のセットのイメージとか、あと衣装のイメージとかあの見せていただいたりとかして、すごいびっくりしたびっくりした。いや、これはツアーしないとっていう感じですね。舞台、そう舞台をやるんですよ、7月8月で。いわきのチケットはもう販売されてますか。分からなくて、私も正確には分かってないけど、多分まだカートのあの神奈川のチケットだけの販売のはず。間違ってたらごめんなさい。っていう感じで、そう、すごい結構ね、結構奇妙な内容に、奇妙です、新しい世界ですフ舞台の宣伝をお願いいたします。あ、舞台関係の方かな。そうだから会える機会は今年も作れそうなので、舞台も含めてですけどあると思うので、ぜひでも全然そうね、舞台は子供向けな内容ですか。うんとね、子供難しくてですね、この定義の仕方が、あの子供、お子さんにも楽しん、お子さんにも楽しんでいただけるっていうこうニュアンスかな。だからちょっとあの多分びっくりするかもしれない
いわきの前売り開始が6月15、松本と同じ日かなっていう情報をいただいてます。そういう情報もあります。スルメみたいな感じ、あ、スルメが丘ねとは全然違ううん、千と千尋みたいな、おお、なるほど、まあ、よかったら遊びに来てください。なんかね、難しいねこの説明ね、あんまりね、私の偏見だけで喋るのもあれだし、大人も全然大丈夫、大人の人もぜひ、いや、なんかむしろ私からした大人の人にもぜひ見に来てもらいたいっていう感じ。来週のファンミ、前回、全体的に去年と結構内容違います。結構内容違います。あ、ファンミの話してもいいですかね、多分もうちょっと。あのですね、あの結構すごい、あのマニアックな内容をやろうと思ってて、ライブはライブなんですよ、ベースはライブ、ベースはライブはライブなんだけど、なんか私やっぱこう音の扱いみたいなのの面白さみたいなのを、あ、お客さんと楽しめる、イベントにしたいなっていう風に思っていてですね、なんか曲って、まあ、あの普通に CD とか、あと、サブスクとかで聴けると、まあ、ポチって1個押したら聴けるじゃないですか。だけどそのポチって1個押すまでに完成された一つのパズルみたいなのを一個一個ちょっとあの取り出してみようみたいなそういうちょっとなんかそういうのやってみたいなっていうふうに思ってて、これをね一生懸命この間あのスタッフさんとのミーティングで私が熱弁して、これをこうして、あれをこうして、あれだったらできますかね、こうしてこうしてこうしてとか言って、でこうしてなんかあの、そうそうそう、超楽しそうでしょ。そうだから、何どういう風に曲が成り立っているかっていうのをめっちゃ細かくやる、それをお、そう、私の知識はなさすぎて伝わらなかった、そういうことじゃない。曲、例えばもうだから、カラオケと歌っていうだけでももう2個に分かれてるじゃないですか、1個の曲から。カラオケ歌別じゃないですか。私は基本的に、まあ、その音楽に、そのなんかなんていうの、楽器が乗ってるのに対して声が乗るから、ここはね割れてるでしょ。でこの中に、あ、まあ、でも私の声だけで言っても、私が歌うメインの歌があるじゃないですか。それに対してハモリがあったりとか、掛け声があったりとか、そう、下で変なこと言ってたりとか、そういうのをだけでもこういっぱい数が出てくるんです。それそういう種類の数があるんです。わかる？全く想像できなくて、まあ想像はできないかもしれないですね。なんかそういう、そういっぱい数があるじゃない、種類が、声の素材だけでも、メイン以外でも、そういうのとかちょっと聞いてみたいよねとか、あと曲のカラオケの方でもシャン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 だけ言ってる楽器もあったりとか、そうそう、ドン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 って言ってるだけのやつがあったりとか、それが全部合わさってコーディネートされて曲っていうものが出来上がってるっていうのを一個一個、そう、なんか聞いたりしても面白いんじゃないかなっていう回をねしようと思ってます。はい、これでも分かったかな。私も全然あの音楽はいろいろね、いろいろなんかこう触ったり勉強したりとかはしてるけど、あのめっちゃもう極めて詳しい人に比べたら全然わかんないこともいっぱいあるから。来週のイベント、女性限定エリア、あの用意し、ご用意はあります。どんな感じでちょっと申し込みできるかっていうのはちょっと多分あるけど、そう、なんかそういうのを、そういうコーナーを織り交ぜながらちょっとライブができたらいいなっていうふうに思ってますっていう感じかな。はい、だからちょっと遊びに来てください、ついでに私の誕生日近いんで
一応バースデーイベントだから遊びに来てくださいっていうお話を今日はさせていただこうと思いました。でまたそのリスケになったところは改めて、お知らせします。まとめに入りました、お知らせ改めてリスケをお知らせします。アルバムについては近日お知らせがあると思います。1ヶ月以内には、その他のお知らせとかもあるかもしれません。で、今月26日バースデーライブなんで遊びに来てください。内容もちょっと面白そうですっていう感じです。はい、すいません、お時間いただいてありがとうございました。ちょっと遅れちゃってすみませんでした。 I want to learn Japanese just to understand you. Let's study together. バースイベント来てくださいってことで、はい、うまくまとまりました。要点は伝わりましたでしょうか。概要はねということでございます。じゃあちょっと早いんですけど、またインスタライブしようかな、時間ができた時。いつもありがとうございますじゃあライブでお会いする方はライブで、舞台でお会いする方は舞台で、またね、また何かあったら会えると思います。じゃあねー、バイバーイ。ご飯食べて休んでくださいお疲れ様です。またねー。